ユストス・フランツは、ドイツの指揮者、ピアニストテレビタレント。4歳で、ピアノの演奏を始める。エリザ・ハンセン教授によって、早くに比類ない才能が認められ、培われた。1967年に、チェリストのクラウス・カンギー・サートの二重奏で、ミュンヘン国際音楽コンクールに出場して、国際的な活動の出だしを迎える。23歳の時に、 ドイツ民間奨学基金に合格した。とりわけ、ビルヘルム・ケンプのマスタークラスで学習したことが、最も強くフランツの成長の歩みに影響した。1970年に、ヘルベルト・フォンカラヤの指揮する、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団と共演したことにより、世界の第一線における突破口がもたらされた。1975年に、アメリカ合衆国デビューを果たした。 演奏会で、レナード・バーンスタインの指揮によって、ニューヨークフィルハーモニー管弦楽団と共演した。バーンスタインとはその後も共演を重ねている。その他に共演した有名な指揮者に、ルドルフ・ケンペや、カルロ・マリア・ジュリーに、ベルナルト・ハイ・ティンクがいる。1986年に、ハンブルク・高等音楽演劇学校の教授に、就任する。できる限り幅広い聴衆に、 クラシック音楽を広めることがフランツには重要だったので、同年にシュレース・ビヒ・ホルシュタイン音楽祭を創設し、1994年まで音楽祭の監督を務めた。同音楽祭は世界的水準の音楽祭に急成長し、国際的な最先端の芸術家によって、宮殿や施設、農場で音楽活動が営まれている。さらにフランツは1989年に、 ドイツソビエト青少年フィルハーモニー管弦楽団の設立者に名を連ねた。また、1995年には様々な国々から新人演奏家を結集してフィルハーモニーデア夏用年を結成した。フランツはクラシック音楽の啓蒙番組で司会者を務めていることからドイツ人の多くの間ではテレビタレントとして知られている。演奏会やワークショップでは子もたちに クラシック音楽をわかりやすく伝えることを心がけており、子供のためのクラシックシリーズの CD も出している。1989年に国連難民高等弁務官の特派大使に指名され、その働きに対して王十字架勲章が授与された。フランツは第一に古典派からロマン派までの音楽に専念している。特にボルフガングアマデウスモーツァルトの作品を専門にしており、 ヨーロッパの初都市における連続演奏会では、モーツァルト作品を上演する。クリストフ・エッシェンバッハとは、しばしば連弾曲や二大ピアノ用の楽曲で共演し、録音も残した。2009年9月中旬に、オーケストラ全体の表議家や管材局曲、講演団体が、講演会理事長と共同で、フランツに解雇通告を行うこととなった。 ピアニストで、元妻のキャロル・テエントンとの間に、クリストファー・テエントンを設けた。1990年までは、アレクサンドラ・フライ・フラウフォン・レイリンゲンとも、結婚していたが、彼女は、現在マティアス・プリンツ夫人である。その後フランツは36歳年下のクセニア・ドゥブルフスカヤと再再婚して、ユストゥス・コンスタンティン・フランツを設けた。h t t p w w r オンラインで、コンテント、CMS、ウナバースレスイト、2008-08-04-9ミューラス、BR オンラインプブリケーション -175763 から20兆80 808億412万2136、PDF、アード・ムージック・ウェト・バーワーブ、ハット・ HTTP ・ WWW。ありがとうございます。